と今日大阪山ずぐるっと行くつもりでだったんですけど、雨予報でちょっと、まあ行けるかなのつもりだったけど、雨予報でさっき来るときにめっちゃゲリラ豪雨にあって、お昼ご飯済ませて、とりあえず大阪山だけでもと思って今来てます。でも雨は今一旦小雨になってます。大阪山だけのつもりですけど、さてさてどうなるか、行ってみよう。これが迂回路かな。あ、ここから行けるんだ。ほら、ここから。なんか声が聞こえん？ねえ。あ、こっちに来る？さっき雷鳴りやったのに。見てみるもんだな。着きました。あ、向こうがダメなのね。着いた。え、はい、到着です。ここ立とうと思ったら、低かった。あそこが工事なわけね。はい。ガスっとるけど、雨見えるよ。眺望、今日は残念。しょうがない。だって、さっきまでゲリラ豪雨みたいやったのに。上がっただけいいよね。スタンプ、押しますよ。あ、音が出すの忘れとった。雨やんだので、このまま、全部は行けんけ、愛宕山まで行ってみようと思います。ゴー！はい。ついでに寄りました。ほんとはここね、めっちゃ眺望いいよね。まあ、河原登山。ナンバーワンって言っていいほどの。眺望の良さですが、ベンチができとる。去年あったんかな。一昨年はなかったです。どうする、グレー戻るか。暑いので脱ぐ。こけた。こけた。こけた。雨の日の登山はやめとったがいい。ああ、大丈夫かな、お尻。やっぱ。もう、痛かったもん。あ、分岐かな？ああ、大阪山？愛宕山あっちってなった。あ、今のところがあれね。はいはいはい。そういうこと。うん。お、あと。15分やけ、あとちょびっと。ここ駆け上がってみようかな。お、もう着くんじゃない？あ、それじゃない？明るくなってきた。
違うかな。来ました。でもね、下に、寄らないルート、まあでもピークはつくだろうな。近いもん。寄らないルートもありました。はい。あれかね。もうちょい先になっとるけど。この辺になっとるけどね。ああ、そこかな。ああ、でも涼しいね。これか？ここだ。でもこっちの方がちっちゃいね。はい。向こうにね、立派なクレーターあったけど、ここがピークみたいです。あと、風が出てきたけん涼しか？見て、ジブリっぽいよ。ジブリの世界やん。ここは、あっという間やった。着いた。ってことは、スタンプをしてもらわんといっか。河原町に。ベンチが、ベンチこんな切れ方？なんか、丸太やったような気がするけど。できたんかな？そう、テーブルと、なんかあったけど、こんな立派なやつやったんけ。設計いました。ここ、記帳しようかな、今日。はい。思い出綴り箱。書いちゃう？あ、スタンプ。ピーン。はい、ゲットー。着いた。ほんと小富士まで行きたいぐらいやけど、今日は無理しません。ほんとね、このまま下まで行けば、小富士も取れるんですけど、この先、結構、ね、滑りやすいので、今日は無理せず、このまま大阪山まで登り返して、行こうと思います。なぜかというと、やっぱりね、あれだよ、最後、河原道の駅に来るんだから、そこのね、山を取って、向かおう、と思います。本当はね、今日ね、ゲットしたかったけど、来る途中、車乗ってる時の、豪雨はね、あれで、山はやっぱ厳しいね。っていうかね、こんなにすぐ上がるって思わんかったから、ここまで来れたのも良かったと思います。今日二つかな？二つゲットしました。また来るぞー！また来る楽しみ。まだ（笑）と言ってもね、そうやん。あと三つあるんだよ。頑張ろ。ああ、無事に車まで戻りたいと思います。もうこけません。雨もしっかり上がってます。結局降られることはありませんでした。今日は両手をちょっと契約しちゃったけど、大事に至らず良かったです。何台か止めれますね、ここの空あれを。今日は、4ピーク取って、うちスタンプ2。はい、無理しない。最後。小富士は一番最後の楽しみに撮っていきます。いや、ゴール！なんか食べたいね。